そうですね、決して内容がいい試合ではなかったと思うんですけど、まあ、今この4連敗してるっていう状況の中で、まあ、まず自分たちが一番大事だったのはやっぱり勝ち点3を取るということで、まあ、そこの目標は達成できたわけで、あとチームの雰囲気としてもすごく良かったと思います。まあ、やりづらいとかはあんまりないですけど、早く試合したいっていう思いが強いし、やっぱり名古屋ってやっぱり特別な一試合になると思いますし、もう負けたくないっていう気持ちがすごい強い試合になるかなと思います。いやー、まあ、前回自分たちホームでやった時はジェゾクとマッチアップしましたし、コウスケ君も出てて、マル君もいて、ヨネ君もいて、で監督がマッシモで、本当に顔なじみっていうか知ってる選手がすごい多く出てたんで、それ自体はすごいやりにくいとかより楽しみっていう気持ちの方が強いですね。まあ、自分たちもリーグ優勝はないかもしれないですけど、ACL 圏内がかかってる試合でもあって、やっぱり名古屋は上位にいて、まあ、必ず倒さなきゃいけない相手だと思いますし、特にこの試合に関して言えば、まあ、絶対に負けたくない試合だなっていうふうに自分は思ってます。まあ、アウェーの地にやっぱりサポーターが入るっていうのはすごい自分たちとしても心強いですし、まだ少人数であるとは思うんですけど、やっぱり入ってくれる、で手拍子してくれるっていうだけですごい支えになってると思いますし、またゾーンでも、しっかり応援してくれるみんながついてると思って試合やってるんで、自分たちはそれの応援に恥じないように、しっかり勝ち点差を取っていきたいと思います。